では皆さん、そういうふうに川だと言われたり、ミルクの流れた跡だと言われていた、このぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？皆さんはそういうふうに川だと言われたり、ミルクの流れた跡だと言われたりしていた、このぼんやりとしたものが本当は何かご承知ですか？はい。ジョバンニさん。はい。大きな望遠鏡で銀河をよく見ると、銀河は大体何でしょう？とも座りなさい。このぼんやりと白い銀河を大きな望遠鏡で見ると、たくさんの星が見えるのです。そうですね、ジョバンニさん。カンパネルラーレ、分かっているのにジョバンニをかわいそうに思って答えなかったんだ。その一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけ。そうなんだ。僕もカンパネルラも知っていたんだ。いつかカンパネルラのお父さんの部屋で一緒に銀河の本を見たことがある。その星はみんなミルクの中にまるで細かに浮かんでいる油の玉にも当たるのです。それなら何がその、ジョバンニはね、お父さんが帰ってこないんであんな風にぼんやりしてんだ。でももうじき帰ってくるって言っていたよ。帰ってきやしないさ。あいつのお父さんはね、北の海でラッコを密漁して監獄に入れられているんだ。この銀河の大きさがどのくらいあるか、またその中のさまざまな星についてはもう時間ですから、この次の時にお話しします。今日は星祭りの日です。晩には皆さん広場に出て星を祝いましょう。ではここまでです。
君のお父さんが持ってきてくれたカニの標本だよ。ちょっと持っていてくれたまえ。この棚にあるトナカイの角や珍しい化石もお父さんが持ってきてくれたものだ。ところでお父さんから便りはあったかね。いいえ。そうか、頑張るんだよ。はい。私は町外れに用事があるから、明日にでも君の家の方に回ってお母さんにご挨拶をしよう。先生、さようなら。ああ、さようなら。みんな川へ流すカラス売りを取りに行く相談をしているよ。ええ、でも僕は。ああ、君は働いているんだったね。でも、後で川には行きます。カラス売りを流すのを見に。そうしたまえ。はい。知ってるよ。どこに集まる？橋の石段がいいよ。青い日も入れるのよ。平気だよ、お父さんに教えてもらったからね。それじゃ、それはワルサのためだ。いいよ、星祭りが始まるまでにだ。カンパネルラのうちから広場へ行くことにしよう。それなら妹も連れて行くわ。いいよ。遅くなりました。主任さん、こんにちは。ん？お願いします。これだけ拾っていけるかね。はい。よ、虫眼鏡くん、しっかり稼ぎたまえよ。主任さん、
済みました。ありがとう。落としたら大変だ。汽車に乗れなくなってしまう。パンと角砂糖をください。はい、パンと角砂糖。ありがとう。はい、お釣り。ありがとう。お母さん、今帰ったよ。具合はどう？ああ、ジョバンニかい。おかえり。今日は涼しくてね、とっても楽だったよ。今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。姉さん、いつ帰ったの？3時ごろ帰ったよ。そこらをすっかりしてくれてね。お母さんの牛乳は来ていないんだろうか？来なかったろうかね。僕、走って行って取ってこよ。ああ、私はゆっくりでいいんだから、お前先にお上がり。姉さんがトマトで何かこしらえてそこに置いてったろ？
じゃあ僕食べよう。ねえお母さん、僕お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思うよ。今朝僕は配達しながら新聞を見たんだ。今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。けどね、お父さんは漁へは出ていないかもしれないよ。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るようなそんな悪いことするはずないんだ。この前お父さんが学校に持ってきた大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの、今だって標本棚に並んでるよ。お父さんはこの次はお前にラッコの輪着を持ってくると言っていたね。みんなが冷やかしてそれを言うよ。お前に悪口を言うのかい？カンパネルラだけは言わないけど。カンパネルラのお父さんとうちのお父さんは小さい時からお友達だったそうだからね。お父さんは僕を連れてカンパネルラの家へも行ったよ。あの頃は良かったな。カンパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。今夜は星祭りじゃなかったかい？うん、僕牛乳を取りに行きながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。岸から見るだけだ。一時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら心配ないから。きっと一緒だよ。じゃあ、一時間半で帰ってくるよ。ザネリー、広場に行くのかい？ジョバンニ、お父さんがラッコの上着を持ってくるよ。Thank you.
なんだい、ザネリのやつ。ミルクの流れと考えるなら、もっと銀河とよく似ています。つまりその星は皆ミルクの中にまるで細かに浮かんでいる油の玉にも当たるのです。それなら何がその川の水に当たるかと言いますと、お母さんの牛乳を取りに行かなければ。こんばんは。こんばんは。今日牛乳が僕んとこへ届かなかったのでもらいに来ました。牛乳をもらいに来ました。ああ、今誰もいないで分かりません。明日にしてください。でも今晩でないと困るんです。誰か汽車にでも乗るんですか？いえ、お母さんが病気なので今晩欲しいんです。ではもう少し経ってから来てください。
と。あの光る帯の一つ一つの光がみんな星なんだ。
みんなはね、ずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども追いつかなかった。どこかで待っていようか。ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。どうしたんだい？体がなんだか濡れているように光っているね。あ、しまった、僕水筒忘れてきた。でもいいや、もうじき白鳥のステーションだ。僕白鳥を見るのは大好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕には見える。すごい地図だね。どこで買ったの？黒曜石でできてるね。銀河ステーションでもらったんだ。君もらわなかったの？僕銀河ステーションを通ったろうか。ねえ、今僕たちのいるとこここだろ？そうだよ。あの河原、月夜だろうか。月夜じゃないよ、銀河だから光るんだ。なんだい？僕ね、今夜こうして二人でいられるなんて思っていなかった。ザネリたちと一緒だと思ったのかい？そうじゃない、いいんだそれは。もうすっかり天の野原に来たね。でもこの汽車、石炭を焚いてないね。アルコールか電気だろ。リンドウの花が咲いている。もう秋だね。飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。もうダメだ、あんなに後ろに行ってしまったから。お母さんは僕を許してくださるだろうか。あ、そうだ、お母さんは今遠くにいてきっと僕のことを思っている。僕はお母さんが幸せになるならどんなことでもするけれども、一体どんなことがお母さんの一番の幸せなんだろう。だって君のお母さんは何もひどいことないじゃないの。僕にはわからないけれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸せなんだね。だからお母さんは僕を許してくださると思う。
もうじき白鳥のステーションだね。ああ、11時かっきりね。僕たちも降りてみようか。少し歩いてみようか。大きな駅だね。みんなどこ行ったんだろう。誰もいないね。そうだね。続いている。降りてみるかい。降りてみよう。あ、町の広場だ。ここにも誰もいないね。そうだね。何か書いてある。プリオシン海岸へ行ってみよう。うん。河原の石段に似ているね。どこまで降りるんだろう。さあ、わからない。は？この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。ん？誰かいるね。行ってみよう。
なんだい？くるみの実だよ。ほら、たくさんある。大きいね。このくるみ、倍はあるね。こいつは少しも傷んでいない。あそこへ行ってみよう。きっと何か掘っているんだ。そこの、その突起を壊さないようにスコップを使いたまえ。スコップを、おっと、もう少し遠くから掘って。いけないいけない、なぜそんな乱暴するんだ。君たちは三冠かね。はい。君が持ってるのはくるみだね。たくさんあったろう。それはざっと120万年ぐらい前のくるみだよ。120万年前。ここは120万年前、第三期の後の頃の海岸でね。おいおい、そこは丁寧にのみでやってくれたまえ。今掘っている獣はボスといってね、今の牛の先祖で、昔はたくさんいたさ。標本にするんですか？いや、証明するためにいるんだ。僕らから見るとここは厚い立派な地層でね、120万年前にできたという証拠もいろいろあるけれども、僕らと違ったやつから見てもやっぱりこんな地層に見えるかどうか。あるいは風か水やがらんとした空に見えやしないかということなんだ。分かったかい。けれども、おいおい、そこもスコップではいけない。そこは壊れやすいんだ。はい、分かりました。もう時間だ。もう少し見ていようよ。ダメだよ、汽車に乗り遅れるよ。さあ行こう。じゃあ失礼します。そうですか、ではさようなら。あれ、来た時と違ってるね。みんな石になってる。急ごう。僕たちは今、120万年を一気に走り抜けてきたんだ。風みたいに。ああ、120万年をね。
ここへかけてもようございますか。ええ、いいんです。よいしょ。ご親切にありがとう。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。え、どこまでも行くんです。そりゃいいですね。この汽車は実際どこまでも行きますよ。あなたはどちらへ行くんです。私はすぐそこでおります。鳥を捕まえる商売でしてね。鳥を捕まえてどうするんです。食べるんです。みんな食べてるじゃありませんか。うん、さあご覧なさい、今取ってきたばかりのサギです。これを食べるんですか。ああ、毎日注文があります。サギなんて誰が食べるんだろう。みんな食べますよ。どうです、少し食べてごらんなさい。さあどうぞ。さああなたもどうぞ。食べてください。さあどうぞ。なんだこれはお菓子だ。あなたもお上がりなさい。ええ、ありがとう。見事なサギですな。ありがとうございます。ところでどうです、今年の渡り鳥の景気は。いや、素敵なもんですよ。おとといの第二元頃なんか、なぜ灯台の明かりを規則以外に点滅させるかって、あっちからもこっちからも電話で文句を言ってきましたがね。なあに、こっちがやるんじゃなくて、渡り鳥どもが真っ黒に固まって明かりの前を通るんですから、仕方ありませんわ。私はベラボーめ、そんな苦情は俺のところへ持ってきたって仕方ねえや。バサバサのマントを着て、足と口との途方もなく細い大将に言ってやれって、そう言ってやりましたがね。そうそう、ここで降りなきゃ。ところにいる。
せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでくるくらいいいことありませんな。ガンやアサギのほか鶴もいますか？そりゃあ鶴もたくさんいますとも。今でも聞こえるじゃありませんか。ほら耳を澄まして聞いてごらんなさい。無線技師ですよ。僕に捕まってください。ここですね。まあありがとう。何か聞こえるんですか？何が聞こえるんですか？わからない。さっきからずっと聞こえているんだがね。何を言ってるのか。どういうふうに聞こえるんですか？書き取ってくれるかい？いいですよ。雑音がひどい。身元にち、また雑音だ。登る道はかにありともなしむべきしゆよ。そこまでだ。あとはまた雑音だ。なんだろう。さっきからなんだよ。さっきからそれが繰り返し繰り返しこの無線機に入ってくるんだ。みもとにちのぼるみちはかにあり。何のことだろう。わからない。三百
6番だよ。え？それは306番だよ。306番？306番の賛美歌だよ。主よ身元に近づかん登る道は十字架にありともなど悲しむべき主よ身元に近づかん。誰かがどこかで天に召されようとしているのさ。誰です、それは。わからないよ。アルビレオの観測所なら知ってるだろうけど。アルビレオの観測所？ここはもう白鳥区のおしまいだからね。見てごらん、アルビレオの観測所がそこに見えてるよ。もちろん聞いても何も答えてくれないだろうがね。検察ですよ。え？検察ですよ、検察。切符を拝見いたします。はい、あなた。
三次空間の方からお持ちになったのですか。なんだかよくわかりません。よろしゅうございます。サザンクロスにつきますのは次の第三次頃になります。君のと違うね。僕は君と一緒のところに行けるんだろう。もちろんです。これは大したもんですよ。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。こいつをお持ちになりゃ。なるほど、こんな幻想第四次の鉄道なんかどこまでも行けるはずです。あなた方は大したもんですね。よくわかりません。もしかしたらあなた、そうなんですね、どうも心当たりの連中とは違うと思った。そうじゃありませんか。つまりその、いや全く大したもんですよ。もうじきわしのステーションだよ。ねえ、僕たちはどこまでも一緒だろう。あの人どこへ行ったろう。ん、どこへ行ったろう。僕、もう少しあの人と話をしておけばよかった。僕はあの人が邪魔のような気がしたんだ。だから、辛い。僕もだよ。なんだかリンゴの匂いがする。本当だ、リンゴの匂いだ。ありがとう。氷山にぶつかって船が沈みましてね。私はこの子たちの家庭教師です。この子たちのお父さんが急な用で2ヶ月前一足先にお帰りになったので後から立ったのですよ。月の明かりはどこかぼんやりありましたが、霧が非常に深かったのです。山にぶつかっていっぺんに傾いて沈みかけました。ボートは左舷の方半分はもうダメになっていました。とてもみんなは乗り切らないのです。近くの人たちはすぐ道を開いてくれましたけれども、そこからボートのところには
まだまだ小さな子供や年寄りや弱い人がたくさんいました。それでも私はどうしてもこの子たちを助けるのが義務だと思いましたから、前にいる子供らを押しのけようとしました。けれどもそんなにして助けてあげるよりは、このまま神のお前にみんなで行く方が本当にこの子たちの幸せだとも思ったり、神に背く罪は私一人でしょって、ぜひともこの子たちだけは助けてあげたいと思ったり、私は人を押しのけながら考えていました。けれども子供ばかりのボートの中へ話してやって、お母さんが狂気のようにキスを送り、お父さんが悲しいのをじっとこらえてまっすぐに立っている姿など見ているうちに、私はもうすっかり覚悟して、この子たち二人を抱いて浮かべるだけ浮かぼうと固まって船の沈むのを待つことにしました。どんな辛いことでも、それが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上りよりもみんな本当の幸いに近づく一足ずつですから。ああ、そうです。ただ一番の幸いに至るために、いろいろの悲しみも皆おぼし召しです。いかがです、リンゴは。あ、おや、立派ですね。まあ、お取りください。あなた方もいかがですか。ありがとう。ありがとう。どこでできるんですか、こんな立派なリンゴは。この辺では大抵一人でにいいものができる約束になっております。そんなに骨は折れません。自分の望む種さえまけば、一人でにどんどん大きくなります。そうですか。お母さんが僕にリンゴをあげようかって言ったんだ。そして目が覚めたらリンゴを持っていた。ああ、ここはさっきの汽車の中だね。ああ、綺麗なリンゴ。とってもいい匂い。私、さっきからこの匂いに気づいていたわ。じゃないよ、みんなカササギだよ。そう。すごいな。
306番だね。きっとあの森の奥で合唱しているんだわ。腰だね。そうだね。あれ駅だね。新世界交響楽だわ。男の子がいたの。小さな家の前に一人。そうかい。私ね、あの子を知ってるわ。僕も知ってる。きっとどこかで会っているんだね。この辺りを走っているのね。そうだよ。あれ、何の日だろう。サソリの日だな。サソリの日なら知ってるわ。サソリの日って何？
サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えているの。サソリっていい虫じゃないよ。尾に鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。そうよ、だけどいい虫だわ。私お父さんに昔、バルドラの野原で小さな虫たちを食べて生きていた一匹のサソリの話を聞いたことがあるの。そのサソリがある日、イタチに追いかけられて井戸に落ちた時言うの。ああ、私は今までいくつのものの命を取ったか知れない。そしてその私が今度イタチに取られようとした時には、あんなに一生懸命逃げた、それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そうしていたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次には誠のみんなの幸せのために私の体をお使いください。そうしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい日になって、夜の闇を照らしているのを見ていたんですって。綺麗ね。ここはケンタウルの村だよ。ケンタウル、艶を降らせ。あ、そうだ、今夜は星祭りだね。今夜はいろんなところでケンタウルの祭りをしてるんだわ。サザンクロスです。降りる支度をしてください。もうじきサザンクロスです。支度をしてください。僕もう少し汽車に乗ってるんだ。ここで降りなきゃいけないのです。やだい、僕もう少し汽車に乗ってから行くんだい。だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。降りますよ。じゃあさよなら。さよなら。さよなら。Thank you.
僕たち二人きりになったね。ねえ、このままどこまでも一緒に行こう。そうだよ、僕はどこまでも君と一緒だ。うん、僕だってそうだ。けれども、僕たちどこへ行くんだろう。僕、わからない。僕たち一緒だね。あそこ。石炭袋だよ。空の穴だよ。大丈夫だよ。僕にはもうあんな闇の中だって怖くない。僕たち一緒に進んでいこう。ああ。きっと行くよ。あそこの野原はなんて綺麗なんだろう。どこ？あそこが本当の天井なんだ。そこにいるのが僕のお母さんだよ。僕たち一緒に行こうね。カンパネルラ！カンパネルラ！待ってくれ！僕も行くよ！ジョバンニ、さようなら。ジョバンニ。
そうだ、お母さんはまだ夕ご飯を食べないで待ってるんだ。はい。今日牛乳が僕のところに来なかったのですが。ああすいませんでした。今日昼過ぎうっかり子牛の柵を開けておいたもんで、大将早速親牛のところに行って半分ばかり飲んでしまいましてね。はい。そうですか。ではいただいていきます。どうもすいませんでした。いいえ。マルソ、どうしたの？ジョバンニ、早く早く、みんな川の方にいるよ。川に？ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。え？ザネリがね、ザネリが船の上からカラスウリの明かりを水の流れる方へ押そうとしたんだ。その時、船が揺れたもんだから水に落ちたろ。するとカンパネルラがすぐに飛び込んだんだ。そしてザネリを船の方へ押してよこした。ザネリは火盗に捕まったけれども、けれどもあとカンパネルラが見えないんだ。みんなで探したよ。カンパネルラのお父さんも来たけれども見つからないんだ。ザネリは家へ連れられてった。もっと川下の方かもしれません。もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。それでは。あなたはジョバンニさんでしたね。どうも今夜はありがとう。あなたのお父さんはもう帰っていますか？いいえ。どうしたのかな。僕にはおととい大変元気な便りがあったんだが、今日あたりもう着く頃だが船が遅れたんだな。ジョバンニさん、明日の放課後、皆さんと家へ遊びに来てくださいね。ああ、
僕はカンパネルラがあの銀河の外れにいることを知っている。僕はカンパネルラと一緒に歩いてきたんだ。僕はもうあのサソリのように本当にみんなの幸せのためなら僕の体なんか百遍焼いても構わない。カンパネルラ、どこまでもどこまでも一緒に行くよ。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い証明です。あらゆる透明な幽霊の複合体、風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながらいかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。光は保ち、その伝統は失われ、これらは22ヶ月の過去と感じる方角から紙と硬質インクを連ね、すべて私と明滅し、みんなが同時に感ずる。ここまで保ち続けられた影と光の一鎖ずつ、その通りの心象スケッチです。